皆さんこんにちは、カズラボチャンネルです。今日は先日よりご覧いただいてます佐賀テレビさんの CM キャンペーン、リ・ディスカバリー佐賀有田ポーセリンパーク編をご覧いただきたいと思います。佐賀テレビさんのテレビの方では30秒のショート編が流れていて、YouTube チャンネルの方では長編の方がアップされてますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。偶然ではあるのですが、本日10月15日から公開となりました劇場版ルパンの娘、深田恭子さんとかが主演されてる映画が公開となったようなんですが、劇中の一部がこの有田ポーセリンパークで撮影されたということで、映画の中でも登場するようです。そして今回は3種類のドローンを使って撮影しています。 DJI FPV に GoPro HERO9 を搭載して撮影しているものと、 Mavic Air 2 にて通常の空撮をしている映像、途中子供たちのスローモーション映像があるんですが、そちらは Mavic Air 2 で手持ちでスローモーション撮影しています。そしてもう1機が最近業務化申請しましたマイクロドローンにて撮影しています。この3機種での撮影の違いなどご覧いただければと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。いやいや、まさか今日はここで撮影です。有田町のポーセリンパーク、わかる？なんかね、あれ？これは何やろね。ちょっと鳩が入ってきよるよな、そこね。巣がある？多分。ああ、本当。力をつけて、うわー、すごい。あ、ほんと巣ば作りを出す。よし、行ってみよう。まさかここで自由に飛ばしていいなんて、いやー楽しみです。頑張ります。というわけでいかがだったでしょうか。サガテレビさんのご依頼のもと、有田ポーセリンパークさんの方で撮影させていただきました。ポーセリンパークの管理の方も非常に協力的で、もし可能であれば人がいらっしゃらないオープン前に撮影させていただけないでしょうかとお願いしたところ、もう快くいいですよと言っていただいて、オープン前の時間帯、人がいない安全な時間帯に撮影させていただきました。ありがとうございました。こちらの映像なんですけれども、 DJI FPV に GoPro HERO9 を搭載して、 GoPro HERO9 で撮影したデータをリールステディ GO というソフトで手ぶれを超滑らかに補正して制作している映像になります。子供たちも朝早くから協力してくれました。で、途中でスローモーション撮影があったと思うんですが、これは実際に飛行させてたわけではなく、Mavic Air 2 のカメラを利用して手持ちでスローモーション撮影している映像になります。Mavic Air 2 のスローモーション撮影はフル HD で240フレームまで対応しているので、超スローな映像を撮影することができます。ジンバルのおかげですごい安定した撮影が手持ちでも可能なので、ぜひお試しください。こちらは Mavic Air 2 での撮影になりますが、やはり FPV とは違ってすごい安定した撮影ができるので、まずはこの2種類を使い分けるだけでも空撮のバリエーションがすごく増えると思います。そして最後はマイクロドローンの機体で β95XV3 という機体で撮影しました。ドローンのサイズが小型なので、こういった狭いところ飛ばしたりすることも可能になります。サガテレビさんとのコラボ映像はまだまだ続きますので、次のロケーションもお楽しみに。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。